通った。俺の晩酌です。俺の晩酌です。こちら来てください。ピー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 。何ですか。俺の晩酌です。一旦停止。俺の晩酌です。一旦停止しました。してないですね。しました、しました。一旦停止してないですね。一旦停止。ちょっと待って待って、ちょっと行こうとしないでください。俺の晩酌なんで。一旦停止してませんね。 しました、しました。俺の晩酌です。え、ちょっと動画撮りたいんで。すいません、ちょっと帰ります。じゃ。私もうちょっと急いでるんで、すいません、もう帰ります。なんかあるんですか今日。いや別にないけど。浮気やろ。浮気やこいつ。浮気や。違う。浮気や。浮気しようとしてる。フルフェイスのヘルメットで浮気しようとしてる。なんやねん。何があんねんじゃ。駐輪場のおじさん聞いてるから。いや関係ないって。駐輪場のおじさん、なんで駐輪場のおじさんにバレたらあかんねん。浮気バレたらまずいか。なんで駐輪場のおじさんにバレたらまずい。大きい声出さんといて。え、じゃあ何なんですか。ちょ待って待って。ほんまどうなんやこいつ。行こうとすんなよ。何なんですか。何の用事があんの。あ、浮気や。なんで駐輪場のおじさんにバレたら困んねん。ちょっとバラされたら困るから。そんな影響力ないわ。浮気みたいに言うなよ。浮気じゃないくせに。どうせ腹減ったとかそんなんやろ、うん、早く帰ってお酒飲みたいから。ちょっと動画撮りたいんですよ。今から。阿部さんね、今度京セラドームでね漫才するじゃないですか、だ漫才の作って動画上げたいんですよね。ああ、もうそうだったら大丈夫。何？できてるできてる。完璧。いやいや、台本ください。台本。頭の中入ってるから。それ知らないんで、僕。教えてくださいよ。どういうネタですか？いやー。じゃなくて、俺相方やねんから。ネタ知っとかないと。いや、お前がオリンピックですねって言ってきて。オリンピックですね。いや、オリンピック楽しみですねって言ったら、俺が、そうね、いや、足速い外国人っているよね、欲しいよねって言って。できてる？いや、それボグセビックや。これで終わり。待て、無理。それ無理。オリンピックじゃなくてボグセビックやないかい。全然五感全然ちゃうやん。オリンピックと雑やなネタが。え、ほんまにできてる？できてる。今考えてるやろ。大丈夫。ほんまに？いや、オリンピックですね。じゃあ他どんなボケあんの？あら、まあお前が。オリンピックですね。なんで俺常にオリンピックですねって言うねん。言うやろ。なんやねんそれ。いや、それまあ今考えてよ。おい今考えてるやろ。違う、ね、オリンピックですねって言うやん。オリンピックですね。まあな、そのよくもやが買い物してるけどって、うん、いやそれスーパーのオリンピックや。いや、それでもやが買い物してるのはイオンやから。これで終わり。お疲れ。じゃあ行こうとすなの。待てよ。全然そうさ、スーパーのもやってイオンモールやろ。なんやねんスーパーのオリンピックや。まあ、スーパーつながりで。いや、スーパーつながりではなくて。いや、それ大丈夫そんなネタで。オッケー。もうそれでもしまいよ。ボグセビックともやでも外国人2連発。これでもしまいよ。ネタに。もうちょっと 4,5 分やりたいんですけど。引っ張るよ。それその2ボケで。ボグセビック引っ張るから。そうできる。オッケー。はい、おい、ちょっと他はどういうね、どういうボケ。他どういうボケな。どういうボケ。他は。京セラ大丈夫か。俺の晩酌。
どうも、タモンズです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、オリンピックがね、無事終わりましたけどもね、盛り上がりましたね。いやー、見ましたよ。オリンピックね。見ましたよね、皆さんもね。僕なんかね、朝から晩までずっとオリンピックですよ。いや、うちもそうです。朝から晩までずっとテレビかけてましたよ。感動したね。オリンピックね。オリンピックな。どこで切ってんねん。今年の夏はオリ一色ですな。オリックスやないか。オリ一色とかやったらオリックスの話になっちゃうから。あ、そうですか。いや、オリックスもええねんけど、今日はオリンピックの話したいんですよ。五輪の方で。あ、大阪五輪でしょ。東京五輪な。え、大阪で五輪やってないから。宮城くんが五輪になってたかな。五輪狩りや。大阪の五輪狩りの人、大阪五輪って言わんから。いや、宮城くんがね、負けたら髪を切ると言ってたんですけどもね、まさか五輪になるとは思わなかったですね。どこ広げてんねん。いや、宮城くんの髪型の話広げんでええねん。オリンピックの話したいって言ってんねんから。オリンピックの話ね。まあ確かに盛り上がったからね。そうですよ。まあコロナの影響でね、開催1年遅れましたけどもね。覚えてますか、東京に開催地が決まった時の滝川クリステルさんの名言ね。懐かしい、ね、ちょっと懐かしいですけどね。表ローテ山本山岡宮城。なんやねんそれ。え、表なしな。滝川クリステルピッチングコーチやってないから。これでしょ。うらろーテ。いや違う違う違う。吉小倉マックス鈴木。いつの時代のや。いつの時代のうらろーテ。ブルーウェーブ末期ですねこれは。いやいや、はい、滝川クリステルさん長年ピッチングコーチやってません。あ、そうですか。ああ、僕オリンピックめっちゃ好きやからね。ああ、名シーンが多いやんか。まあ、一番印象深いのがね、やっぱね、100m ボルトね。ああ、ゴールした後のポーズかっこええやんか。知ってるよ。こうやって走ってきてね。ゴール。そう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 。ラオウやないか。おい。え？ボルトはこうや。そう、ホームラン打った後のラオウやろ。これ違うよ。小松さんの来たー。小松の方かい。紛らわしいわ。今やったらラオウでええねん。あ、そうなの。あと僕覚えてるのがね、女子マラソンのね、高橋選手ね、うん、スタート前にウォークマンでこう音楽聴いてね、精神を高めてたんですよ。打てよ、サトシホームラン、夢と希望その胸に。高橋サトシやないか。え、なんで自分の応援歌聞くねん。高橋キューちゃんの方や。高橋デカちゃんじゃなくて。誰デカちゃんって。デカちゃん女子マラソン走られへん。男子マラソンや。あ、そう。男子マラソンでもないわ。男子マラソンで言ったらね、うん、谷口博美さんのこけちゃいましたね。これも可愛げがあって名シーンやんか。オーライオーライオーライ。うわぁ、こけちゃいました。竹原のこけちゃいましたよ。誰が覚えてんねん。ランニングホームランにしちゃいました。誰が覚えてる。竹原のこけちゃいました。え、谷口選手の方やから。あ、そっちか。あとオリンピックで言ったらね、名実況もね、印象的やんか。 ありました、ね、例えばダイソーのね、栄光への架け橋だみたいなやつね。こんばんは、カズチューブです。大前さんやん。大前さんのカズチューブやってるやん。いや、大前さんは名実況やられると思いますけども、自分オリックスの話ばっかりやな。あ、そうですか。オリンピックの話したいって言ってる。あ、すいません、それはもう。あ、じゃあ、サムライジャパンの話しましょうよ。我がオリックスからも選ばれてますからね。我がオリックスからのね、大エース、山本由伸ですよ。そうです、阿部さん、これね、サムライジャパンでも大エースですからね。以上。以上ちゃうやろ。おい、忘れてる忘れてる。え、打の中心吉田正尚選手忘れてるかなお前。吉田正尚は、ハンマー投げでエントリーや。室伏さんのこと師匠って呼んでたけど、そう、オフだけや。ほんまにハンマー投げ習いに行ってるわけちゃうねん。それからマッチョマッチョってやってたから、重量上げや。違うって。マッチョってやってんのお客さんの方やろ。どっちかって言ったら野球兼重量上げとか見たことないから。あ、そうですか。そうですよ。あとね、佐野皓大選手もエントリーされてましたね。阿部さん、ええ、佐野皓大選手、侍ジャパン選ばれてないのよ。え、男子 100m で選ばれてなかった。何が早いけど、そんな早ないわ佐野選手。え、俊足やけどな。塁間専門なのよ。あれ知ってる、 100m 男子決勝って、外国人選手の独壇場やから。あ、まあ確かにな。それならお腹下したニールが一番早いわね。足早かったけど、もうええわ。どうも、あざした。